言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、仕事から帰ってまいりました。まあ入ってきましたけどもね、まあ BE:FIRST がもう12日にブリスフルを配信リリースするということですから、そこに向けて私もね、おそらく皆さんもいろいろと準備してると思いますよ。推し活というのは趣味ですからね、もう本当に自分のペースで、お祭りの楽しみ方もそれぞれですからね。おみこしとかもがっつり稼ぐタイプと、屋台とかでご飯食べたりとかしてちょっと見てるタイプと、関わりがないよってタイプと言いますけど、結果お祭りに参加してるところは間違いないですから。盆踊りだってね、参加していく人もいれば、まあ見てるだけの人もいるし、太鼓叩く人もいるしね、まあいろんなのがありますよ。でもその場にいるのはみんな同じなので、全てみんな貴重だと思います。で、本当にこのね、トップを走ることが最低条件と、ザ・ファーストのね、一番最後で言ってくれましたね、スカイハイ社長が。その時はすごいことを言ってるなと思ったし、正直当時の私としてはね、そうは言ったものの本当にいけるのかななんてね、そんなこと思ってましたよ。当たり前ですが、みじんも疑わなかったなんてこと言ったら嘘になっちゃいますからね。嘘は良くないですから。うん。まあでも結果的に3年間で本当に各所からすごい評判と言いますか、それもね、彼らの努力もあり、でベスティの努力もありっていうところもあったと思うけど、一番はね、彼らが本当に真摯に音楽に芸能に自分たちの進むべき道に向き合って、まずはね、社長に1億円返すっていうところから始まって、その流れでとにかくどんどん進んできましたよ。悩みもあったでしょうし、でもそういったところも私たちには見せないようにしてやってきてますよね。そう、その中で私たちとしてもやっぱりこう固めていかなきゃなっていうところを改めて思ったりしますよ。まあ、これは私が思ってるっていうことなんでね。で、まあ、推し活のやり方もいろいろあるんで、本当にこう数字とかこだわっていくっていう部分もそうだし、マナト君がね、プレスフルのインタビューの中で数字として出していかなきゃっていうところの話も今回改めてしていたのもね、皆さんも聞いたでしょうか。それもありますしね。まあとにかく数字っていうものにこだわってってところはスカイハイも言っていたし、初年度はね、まずは浸透させるっていうところもあったからそうでしたけども、だんだんそういったところもね、ダイレクトになっていきましたし、 BE:FIRST のね、運営とか Twitter とかはね、そんなにたくさんいろんなことを言うことじゃないけれど、ただやっぱりね、 MV が1000万いったとか、そういうところになるとちゃんと言葉を出してはくれるんでね、そういったところはまあそうだなって思ったりもします。なんかね、そういったそっけない感じっていうのが不満だっていう人もいるみたいなんですけど、ただなんていうんですかね、 BE:FIRST の色としてその感じをやろうとしてるんだろうなっていうところはあるから、まあある意味私たちが信頼されてるんだろうなって思ったりはしますが、でもタイムスケジュールとかもね、どうやら出したみたいでしてね、まあそちらもまあ今回に関してはと言いますか、毎回出していたかもしれないけど、まあとにかくね、ブレスフルをがっつりと売っていこうっていう意思は見受けられますから、ならば私たちもね、やるだけだというところではありますね。本当になんかね、この推し活自体が楽しくなっていまして、そう、やり方とかはもろもろ変えてはいるし、私の動画でもね、今まではこうなんか結構ね、場合によってはこの辺のストリーミングが弱いとか、そういった話を動画でも語ってきましたが、まあ現状その結構ソフトファンの方とか兼任の方もね、たくさんいらっしゃって、私としてはそういう人たちと一緒に歩んでいくっていうのが、まあはばかりながら私の役割なのかななんて思ったりとか、役割なんか別にないですがね。ただベスティのすごいところは、誰かがまとめるでもなく、適材適所で自分たちが自分たちのできることを本当にやってきていたし、それにまあ共通の目的がある場合は団結したりもしたし、あとはね、共通の脅威があれば、これはつい最近の話ですが、普段は多少いがみ合ったりはしていますが、基本的に団結できるファンダムだっていうところは示すことができましたし、そこはね、なんていうか本当に良かったなって思っていますよ。まあそんなことで、フリートーク気味なんですけれどもね、改めてトップを走ることが最低条件っていうところ、数字っていう部分、マナト君の言葉っていう部分元にして、まあ、ちょっと語らせてもらっていますよ。
で、まあ運命からの招待っていう言葉がシャイニングワンの中にありますがね、12日はもちろんそのそれは先にあったから、それはっていうのはつまりブレスフルが先行配信するのが8月12日っていうのは後々に知ったわけですよ。それの以前に多分動画で言ってなかったんですが、12日はスカイハイの単独ライブといいますか追加公演ですね、そちらに行ってきます。トレーニーもねゲストで出るということも聞いていますので、そこも見てきますよ。実際トレーニーがねいる状態でのライブといいますか、ゲストで出るっていうところでのそれはまだ見てる人ほとんどいないですよね。おそらくは何かのそういう特別な催し物とかで見た人はいるのかもしれないですけど、多分そういったところも含めてですよね。トレーニーお披露目っていう部分にはなるだろうけど、まあ結果やはり12日というね BE:FIRST にとってブレスフルががっつり出る日にスカイハイのライブ見に行きますんで、私もまあ12日になったらもう休みは取っているので、ダウンロードだったりとかストリーミングだったりとかはあらかじめやるつもりですし、多分タイムテーブルにも出ていると思いますが、いろいろとねやるはずなので、そういったところとかもねもろもろツイッターとか見ながらで皆さんも参考にしてやっていただければと思っています。まあ、とにかくまあこの日にねあえて12日にスカイハイのライブを見に行くっていうのも、自分としても非常にそういう数字っていう部分でね、なんか本当に偶然ではあるんだけども必然なんじゃないかなって思うくらいな、そういうタイミングがあったりもするんですよね。そう、まあ、だから何が言いたかったかというと、まあ、ちょっとこういう感じで自分としても運命からの招待があったような感じの錯覚を勝手に思っているので、ならばまあがっつりとやっていこうじゃないかと思ったりしますよ。まあでも冒頭の方でも言いましたが、やっぱり私たちベスティの支えっていうものがまだまだ必要だと思っていますし、そこはねでも本当に無理はみんなしないようにっていうところを心がけてやっていければって思います。で、情勢として今ね、まあ、大きい地震の話題とかもどうしてもありますし、本当に今こうやって動画を撮っていますが、明日明後日とかどうなってるかわからない身ではありますよ、私たちはね。その中でもやはり仕事中に BE:FIRST とかのことを考えながらやっていたおかげで、すごくそれを乗り切るっていうこともできましたし、推し活っていうもの自体が本当に支えになったりもするっていうこともありますよ、間違いなく。苦しい時もね、自分もまあ、今から約10年前ぐらいになりますけども、10年以上前かな、まあ、やっぱり結構苦しい時期っていうのがありまして、その時は私はボーイズグループのオタクってわけではなく、アニメのオタクでしたが、好きなアニメのね、作品だったりとか、グッズだったりとかね、あと声優さんのセリフとかね、そういったもの、まあ、漫画も読んでましたが、そういったもので救われたりもしましたし、特撮ヒーローでも救われたりもしてね、そういう感じでしたよ。まあ仮面ライダーカブトとか、それこそって言うと変だけど、仮面ライダー電王なんかも好きで、ね、トリプル A がクライマックスジャンプ、ね、やってまして、いいちゃん、すげーちゃんのやつですね。あれ、よく考えたら、スカイハイの、なんだろう、ラップとしてあれ聞いたのって、そこが最初だったのかな。わかりませんがね。そう、トリプル A っていうグループ自体、その時はちゃんと意識してなかったけどね。まさかそこのラッパーのスカイハイをこんだけ追っかけますわね。追っかけますという言い方悪いけど。うん。まあスカイハイ自体はね、前から知ってて、もうやたらイケメンのラッパー出てきたななんて思いながらね、こう壁の裏から見てたもんですけども。そう、ケンザさんの曲の中で初めて聞いてね、なんかすごいポスティングのすごい人がいるぞなんて思ってね。うん。イケメンだななんて思ったりね。うん。そんな感じでした。ちなみに当時はスカイハイと言ったらね、ミルマスカラスでしたし、あとはタイガー&バニーでしたね。まあその話は分かる人だけ分かっていただければ、今となればもうスカイハイはね BMSGCEO スカイハイですけどもね、まあそんな感じです。何の話だか。はい、というわけでね、まあもろもろありますけど、まあ運命からの招待という形で12日にスカイハイのライブ見に行ってきますんでね、トレーニーも見てきますんで、そんな感じで語らせていただきました。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。
私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはねこだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP ボーイズグループ中心ですが J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。でその時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで、そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で登録に関してなんですけれども、登録していただいてももちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので安心していただければと思います。で登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので安心して登録していただければと思います。でもし一度登録したけど解除したんだけどまた登録してやろうかなって思った方はもしよかったらまたお願いできればと思っています。はい、でもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろねコンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますようにモチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。